一生使えるお金に関するずる賢い知識を分かりやすく解説。これから個人で起業を考える人がまず最初に身につけるべきスキルとは？結論、マーケティングです。今日の動画はこれから起業を考えている人にとっては生死を分ける超重要な話なので保存が必須です。まずほとんどの人が起業するとなると最初に何を考えるか。儲かるビジネスはないかな。どんな商品にしようかな。ここから入るんですよね。こんなところから入るからいつまで経ってもその泥沼から抜け出せなくなる。断言します。どんなに良いビジネスモデルができようが、どんだけ良い品質の商品ができたとしても、ビジネスをやる以上あなたが人を集め売上を上げ、そういったマーケティングを学ばない限り全ての水の泡になります。ここがうまくいってる人といかない人の決定的な違いです。でもこれには欠点があります。なんだかわかりますか？それは何かというと、全て自分が働くことばかり。だから自分のリソースを使うから、学ぶのに自分の能力に応じて時間がかかる。差別化しようと企業塾に行きまくる。お金を使う。下手すると自己肯定感がかかり、やる気も消失。だからマーケティングは自分のペースで学んでいくのが必要です。ただその前に気づいておいた方が良い。それをコメント欄に書きました。